クリストファー・ジョン・カーペンターは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州エクセター出身の元プロ野球選手、右藤右打ち。愛称はカープ。1993年の MLB ドラフト一巡目で、トロントブルージェイズから指名を受け入団。1997年5月12日のツインズ戦でメジャーデビューを果たした。しかし3試合目までの成績が0勝2敗。 防御率12.71と低迷したためマイナーに降格し7月29日のメジャー復帰までに過月半を要した8月19日のホワイトソックス戦でメジャー初勝利9月9日のエンゼルス戦でメジャー初カンプを達成した新人投手がカンプを記録するのは球団史上11年ぶりだった1998年以降は先発ローテーションに入り 2001年までの4年間でシーズン平均10.5勝を挙げるも敗戦も同じくらい多かった。ロジャー・グレメンスとパッド・ヘントゲンという2人のサイ・ヤング賞投手から多くを学んだブルージェイズ時代だったが2002年に右肩を痛め9月に手術オフに解雇されたことで幕を閉じた。カージナルスと契約した2003年はメジャーでの登板機会がなく マイナーでも8度の先発登板のみに止まる。シーズン終了後、一旦は引退も考えたカーペンターだったが、カムバックしなければ後悔すると、妻アリーソンに説得され、現役続行を決意する。2004年は9月18日のダイヤモンドバックス戦で右上腕に投筋を痛め、4回、途中で降板。その後、登板することなくシーズンを終えたが、15勝5敗。 防御率3.46を上げ復活。シーズン終了後にカムバック賞を受賞。2005年はカージナルスのエースとして5月12日から9月8日にかけて22試合連続クオリティスタートを記録。ナリーグでは1968年にボブ・ギブソンが22試合連続 QS を記録して以降最長となった。その間の6月14日から9月8日にかけて13。 連勝。初めて、オールスターゲームに選出され、ナリーグの先発投手を務めた。最終的には21勝213奪三振、防御率2.83、死球、三振比率4.18という成績を残し際、ヤング賞を受賞。カージナルスの選手が受賞というのは1970年のボブ・ギブソン以来の快挙となり、押しも押されもせぬ一流投手となった。 二年連続のサイヤング賞受賞が2006年9月16日に15賞を上げた時点で濃厚だった。その後21日に8回6失点、26日に7回6失点を記録。勝ち星を上げられず、防御率は2.79から3.09まで悪化。シーズン最終戦で登板する予定でいたが、ポストシーズンに備え登板を回避し、結局さえ、 ヤング賞の投票では3位に終わった。ポストシーズンではワールドシリーズ第3戦で勝利投手となりカージナルスのワールドシリーズ優勝に貢献した。シーズン終了後の12月には5年総額6500万ドルで契約延長。2007年は開幕戦で当番後に右肘の違和感を訴えて故障者リスト入り、7月24日に トミー・ジョン手術を受けたためシーズンを棒に振った。手術から1年後の2008年7月30日に復帰を果たした。8月5日のホーム戦ではファンから大声援を受けたが、3試合目の当番となった8月10日に右上腕3頭筋の針で6回途中で降板し、翌11日に故障者リスト入りとなった。故障から復帰し、9月2日のリリーフ当番が、 シーズン最後の登板となった。2007.2008年と2年間勝利がなかったが2009年シーズン初登板となった4月9日のパイレーツ戦で2年ぶりの勝利を記録。4月14日のダイヤモンドバックス戦で左胸郭を痛め故障者リスト入りとなった。5月20日のカブス戦でメジャー復帰を果たし、7月5日から9月7日にかけて11連勝を記録。 最終的に17勝4敗、防御率2.24で最優秀防御率のタイトルを獲得。シーズン終了後には5年ぶり2回目のカムバック賞を受賞。2010年は投球回数が大幅に増えたものの内容は昨年に及ばずほとんどの成績が微減した。それでもオールスターに選出されている。2011年は投球回数で リーグ最多を記録するも内容は例年に比べて良いとは言えなかった。しかしプレイオフ進出のかかったヒューストンアストロズとのシーズン最終戦では2、アンダーカンプー勝利、フィラデルフィアフィリーズとのディビジョンシリーズ最終戦では3、アンダーカンプー勝利、そしてテキサスレンジャーズとのワールドシリーズでは初戦で6回に失点、第5戦で7回に失点と要所で高騰。第戦では、 週3日という強行日程でシリーズ3度目の先発登板。6回2失点で勝ち投手になり、チームのワールドシリーズ制覇に貢献した。2012年はキャンプ中に強格出口症候群に見舞われ、DL 入り。シーズン絶望とも言われたが9月21日に復帰し、ポストシーズンに間に合わせた。2013年は右腕の状態が思わしくなく、一度もメジャーでの 当番がないままシーズンを終え、シーズン終了後の11月20日に現役引退を発表した。バランスの良いスリークオーターから同じ腕の振りで伸びのあるフォーシーム、低めに沈むツーシーム、縦横2種類のカーブ、決め球のカットファストボールを投げ分けた。フォークボールも武器の一つであった。特に速球のコントロールが素晴らしく、低めに球を集め、テンポよく打者を追い込んだ。 また、牽制が抜群に上手かったため、カーペンターが投げている時に二塁への盗塁を試みる、走者は少なかった。ありがとうございます。